大田区画像、大田区は、民末新書の書家。字は、里ここ、また里子の、笠木こり、重木こり、石木こり、治安、煙深良層などと合し、漢は、霊部少書に至った。河南府、猛津県の人。背が高く、立派な、長い髭で、いかにも、中国の高官にふさわしい風貌であったと言われる。典型2年。 30歳で新士の試験に合格し、明朝に使え管理人に入って、順調に出世した。そして、数定17年、霊部少女となったが、赴任する前に、真の軍が、高齢上に迫ったので、順次2年、清志に降伏し、同3年に、公文院学士に迎えられた。その後、非常に優遇され、同9年、ここでも、霊部少女に至るが、その年に、 郷里で病没した。去年61。送り縄文案。私文書が共に優れているが、署名は特に高く、陶器省と被見する。学問では特に歴史に優れ、新庁では民主編纂の副総裁に任じられた。大田区と同年の新士に、芸元路と王道集がおり、三人は共に管理人に入り意気統合して、学問を研鑽し合っていた。 名滅亡の危機に、芸言路や、王道州など国に準じた者が多いのに対し、大田区は養殖にありながら、政局に疎く、無能の官僚と誹謗され、また、敵に降って優遇されたため、二神と呼ばれて白眼視された。しかし、大田区の学問人物が非常に優れ、大田区の勢力下に有能な人たちが多く、神長の強い要求があったのが真に仕えた理由と、 言われている書を学び始めたのは10歳前後で13歳から中央制教授に取り組んだその後米仏も習ったが学書の中心は仁王で中でも純化学長の臨務を徹底しその研鑽は生涯続いたそして王剣士の一筆書の書封をさらに徹底させ数十字にわたる連綿草を頂上服に書き独自の書風を生んだ また、商用風の紹介や眼神経風の解消も評価が高い。彼自身の言葉として、毎日救うつすこと一万に至るべし。処方の始めは法上に入りがたく、その後は法上を出がたしと言ったと、同時代の学者の流検定の記録にある。これは、書の奥義に入ることの困難を語るとともに、彼が上学に傾倒しつつ、 ついに自在の境に達したことを物語っている。大田区は、二王の石徳を中心に、多数の臨書を残している。よく知られるのは、頂上服の作品だが、概ね臨書の作と、自雲の作に対別できる。彼の臨書は異倫に徹しており、原本とは、まるで異なった、極度の誇張と変形が行われている。にもかかわらず、原本の持つ味をよく表しているのは、 二王の書風がよほど彼に滲にみ込んでいたと見える。そして、その作品には、二王、眼神経、霊仏などの書法が息づいている。主な作品には、士官、臨貯水量石徳などがある。国には、ギ山マ園長があり、これは、大田区の将その子のオウムトが、法上にしたもの。内容は、純化拡張の臨書が多い。士官臨貯水量石徳。 鈴木水賢は、大田区の書について、行走の連綿法が得意で心で一尿とも言うべき、妙義を頂上服に見ることができる。昇法の妙、リズムの会長は称すべきであるが、進む等の書のインチには遠く及ばないと表している。縦の長さが四尺五寸よりも長い上服を、頂上服といい、長いものでは、上与のものがある。上服とは、作品形式の一つで、 縦形式の紙面のこと。現在の展覧会などで最も多く使用されており、壁などにかけて干渉するための書き物である。俗に掛け軸などと呼んでいる。大きさは、全紙、反節、連ね,連ね落ちなどいろいろある。上腹という形式がいつ成立したのかは定かでは、ないが、南宋の呉れの、共犯水、陽七絶子が、 縦形式の古い作例として著名である。しかし、縦形式が一般化するのは秋代になってからのことで、それまでは机に紙を広げて記号し、巻子や札ページという表層形式で鑑賞されていたと考えられる。縦形式に伴う掛け軸という表層形式になって、作品全体が一つの大きな面として捉えられるようになり、変化に富んだ作品が生まれるようになった。 そして変化のつけやすい行奏が発達し、その極みは、大田区、富山による、頂上服の作品である。ありがとうございます。